こんばんは。こんにちはか こんにちは。やったー、素敵な休憩時間で、あ、今ちょうど休憩時間なの。お疲れー。お疲れ様です。こんにちは。みんないる。みんな。やっほー。こんにちは。みんな、ごめんね、こんな時間にいきなり配信しちゃって。こんにちは。とう。平日のこんな時間に。申し訳ないです。こんにちは。こんな時間に。あ、オンラインサイン会の固定コメントを消さなきゃ。消さなきゃ。ちょっと待ってね。こんにちは。ウェルカムコメントを削除する。削除する。はい。削除しました。あ、本当だ。メールが来た。メールが来た。とメール取ってる方はメールが来ました。 こんにちは。あ、千人も来てくれた。ありがとうございます。こんにちは、イムリンが15時過ぎをお知らせします。そう、メールね、届くの遅くなっちゃったからあれなんですけど、今来た方ありがとう。通知とかで、今日は結構朝からいろんなこれしてこれしてみたいな、もう2仕事終えて、次また夕方からなんで、で2個目のやつがちょっと早く終わったんですよ。だからなんか1時間ぐらい時間ができて、なんか私最近2月に入ってからそのオンラインサイン会だったりとか、オンラインチキサイン会とかであんまりこうみんなのコメントを読んでみたいな普通の配信が全然できてなかったので、で今日も夜は配信が多分できないかな。なかなか2月はなんか配信ができない日が多くて、きっとそうだから、なんか1時間空いたからみんな元気いいと思って 配信をしてます。ちょっとまただから16時過ぎとか16時10分ぐらいに終わらないといけないので、1時間ぐらいなんですけど、ちょっと普通の配信をしたいと思います。普通の配信、
オンラインサイン会でもないので、皆さんいっぱいコメントしてください。芋虫ももうどうぞ、いっぱいどうぞ。バラもいっぱいどうぞ。そうなのね、もうごめんなさい、サイン会が続いてみんなコメントしないでみたいな配信が多くってごめんね、いっぱいコメントして。あ、大学生なので春休み、そっか、お疲れ、いいね、雪だ。あトランプかわいい、ありがとう。雪ね、うん、今日はハーフアップです。そう、今日は2つ目のさっきのやつは違ったんだけど、1個目はねちょっと髪の毛キメキメで撮影だったので、ちゃんと可愛い髪型をしております。ヘアメイクさんに髪の毛してもらってです。はい、そんな感じです。そう、この時間に逆に夜とか見れない方とかが来てくれたりするのかな。ありがとう。今日は暑かったり寒かったりでした。やっぱ外はまだね寒かったりが多いですけど、うん、みんなも暖かくしてね、見てください。寝たりとか活動したりとかしてくださいね。これ目が茶色く見える、嬉しい。前撮影のお仕事の時に初めましてのメイクさんだったんだけど、なんかそのコンタクト何使ってるのって言われて、そう、あ、クリアタイプのやつですって、へえ、なんかカラコンしてるのかと思ったって、なんか嬉しかったです、すごく。そう、なんかその目の色可愛いからどこのカラコンなのかなって思って聞いたって、嬉しい。うさぎさんがね、嬉しいよね、そういうのやってくださるととってもね。今日も割と朝早かったです。でも、うん、昨日はそんなに遅くに寝てないから、うん、しっかり寝れました。目が綺麗って言われるのは嬉しいよね。うん、そうなの、うん、すっごく嬉しかったです。この後仮眠しますか。いや、この時間をだから別に仮眠してもよかったけど、配信してるから仮眠はできないかな。1時間、私は寝ることよりも配信することを取りました。はい、そうなの、うん、みんなにエネルギーをもらってこの後も頑張ろうと思います。頑張ろう。頑張りましょう。そんなに別に今日眠たくないかな。朝もね、すんなり目覚ましの前に起きた今日は、うん、だからなんか寝起き良かった。今日ふわって起
来て今何時かなって思ったら目覚ましの30分前ぐらいだったのかな。だから30分前だと思ったけど、なんかもう一回寝るにしてもなんかパチッて目が開いちゃったから、もう寝ずになんかゴロゴロしてました。お布団からは出なかったんだけどね。二度寝はやばいよ。二度寝ね、好きなんだよね。二度寝したいから、二度寝したいから、ちょっと早く起きる説あるね。そう、その説ある。なんとか、まあ、あとハーフアップして可愛い髪型にしてもらったから、みんなに見てもらいたくって配信してるっていうのもあるかな。ってこれ来週かな、来週、はい、来週。眠くはないけど、ちょっと伸びってしたい感じ。すごい朝1個目の仕事終わって2個目に行く前にすごいもう今日やりきった顔してるって言われた。全然まだ今日はこれからだよって言ってさよならしてきましたね。みんな同じスケジュールで動くときと違うスケジュールのときとあるからね。そう、一緒だったら嬉しいなってなる、いつも。2日目かな、毎日アイドル。あ、2日目は出ないんだっけ。3日目だっけ。違うか、2日目か。あれ、昨日だったよね、次期会。
あれ、敵会の前の日ってさ、敵会の前の日って、敵会の前の前の日がお話し会だったのか。なんか敵会の前の日は配信してないから、毎日アイドル2日目か。たりするために配信してるのでまったり中今あとなんかあるかな。じゃあ配信してもなんかこの時間そうだよね、もう来れない人もいっぱいいる。すごいね、みんな来てくれてありがとう。仕事中とかに見てるんですか。でも今日たまたま休みだったりとかする。どうなの。どうですか。あ、たまたまスマホ見て配信してて打ち合わせの合間です。確かになんかリモートの人たち、スタンドがね、あるよ。私そういえば、ちょっと待ってね。ちょっと。よいしょ。とはいえ、どうしようかな。とはいえ、あ、この、ちょっと待って、みんな、生きてる？みんな、私の、GCO。僕のチーシー、あ、すごい、これコロコロついてる。コロコロ、あたたたたた、よいしょ。んでこれを、はいはいはい、ちょっと待ってね。あ、なくてね、こもっちゃったよ。えい、あこもっちゃった。服か。今のは笑うところでした。よいしょ。はいはいはい。よいしょ。えい。なんか大丈夫だよね。あ、これ私の、あ、私の、はい、です。ちょっとでもこれ、なんか、ちょっと待ってね。だ。えい。これはね。Thank you.
いいですね。と落ち着いた落ち着きました。おかえり、ただいま。ただいま戻りました。あのね、一瞬懸念することがありまして、それは多分なんか1時間配信が、あの充電が持たないかもしれなくって。そう、あ、そう、髪の毛があって、そう、ハーフアップです。今日はなんか私ハーフアップね、自分でできないんですよね。だからそう、ハーフアップできるようになりたいな、自分で。ハーフアップもできないんですよ、自分で。だからね、髪のアレンジとかね、できる人羨ましいなって思ってる。あ、昨日投げればよかったな。昨日あかりんとね、バラ投げるねってお互いね言い合ったんだけどね、忘れてた。あ、みんなもバラもらってきて、私もバラもらってこよう、もらってこようって、あの私、よしよし、あのよいしょよいしょ、バラもらってくよ、バラで。あ、でもポチエツグループじゃないと。あ、でもコミさんが配信してる。チャレンジ、あ、78だから、今日7日だ。だからバラを、あ、もうくださった方はね、あ、音が出ちゃう、音が出ちゃう、ごめんなさいごめんなさい。みはるさん、昨日、8日か、今日8日だった。昨日か、もう今日くださった方は、あのありがとうございました。一昨日までにね、バラねもらってきた方はね、またもらえるようになってるので、ぜひ私と一緒に、そう、バラ集めませんか、私と一緒に。えい、私もね詰めてる。チャレンジ、うん、一緒に、一緒だ。あ、来た来た、配信のが来た来た。あ、ありがとう、ありがとう、バラ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 、ありがとう。ベントチャレンジ、なんか忘れるね、忘れるよね。でもね、こう思い出してね、今言ってくれるのもね、すごく嬉しいです。私はそのために伝えてます。だから大丈夫よ、忘れてもね、私がね、そう、私がね言ってあげるよ。毎回持ってきたかーいって、チェックしたかーいって言ってあげるよ。ほんなら、ほんならね、ここちょっと端っこなので、気持ち風が入っててちょっといい空気の入れ替えが良いですちょっと風、ちょっとね、冷たい風がふわーって来てるです。あ、でもね、上来てるから、チョイサムなのかも。そう、チョイサム、チョイサムゲタンです。なんか本当に髪の毛を可愛くしてもらうとね、嬉しい。そう、だから嬉しくて配信しちゃう見てってみんなね。あ、向こうに、あそこに時計がある。最近のホテルって、最近でもないか、あのなんか電波だけ置いてくださってるところが多くてさ、配信する側としては超助かるよね。あの普通の時計じゃなくって電波だけ置いてもらうと、あのすっごい助かります。
私たちは12時まで配信をするときに、その12時59分00秒なのか12時59分30秒なのか50秒なのかで全然違うから、そう電波時計があるのはねすっごく嬉しいです。ありがたい。あ、やだ、ありがとう。泣いてる泣いてるコーラさん風邪治りましたか。ありがとう、ごめんね全然見てなかったありがとう、こんなに目立つところにこぼれそうなコーヒーか紅茶かあるのに全然無視しちゃってた。東大元暮らしだね。ありがとうございます、わっしょいわっしょい、ありがとうございます、ありがとうございます。あんまり体調崩したとかね、あんまり配信で言いたくなくって、何のこだわりなのかわかんないですけど、気になるたらまたお話し会で再来週になっちゃうけど聞いてください、いろいろありがとうございます。そうメールとかではね言うけど、思い返せばそのなんか熱が出てとかは配信では言ってないので、そうちょっとなんよくわかんないこだわりなんですが、そうなんか私はメールって言ってるのはもうなんかメールは特別なので配信はもう楽しく来たらと思うので、ぜひぜひまた話しましょう。いっぱいでも全然お話し会でもう熱が何度まであったかとかまで教えてあげる、何時頃何度でこの薬飲んでとか全部話します。そしたら実はあの時あれでとかね、ありがとうございました、ごめんね気づかなくって、ありがとうありがとう。コーヒー飲んだのかな、紅茶飲んだかなかな、私はちなみに紅茶派です。今日もさっきのところでカフェオレをいただきました。あ、はい、あと、あ、ここから先有料、ここから先有料、またメールで送るね。さっきのねところでね、もう私その仕事がめちゃくちゃいつも好きなんだけど、なんかそうなの、そこでねなんか寒いよねってこれ何飲むってもうめっちゃ、そう本当にね皆さん優しくって、それでそうカフェオレをもらったのと、あとはその一緒に、私と一緒に行ったスタッフさんと一緒にいろいろ食べさせてもらったりとかいろいろもらったりとかして、もうすごくすごくお世話になりました、素敵なスタッフさんなのね。そうそうなの、素敵です。また送るメールに写真ね撮ったからね、また送ります。あったかいお話、そうあったかいもの飲んだし、皆さん温かくてあったかいお話でした。途中から来た方、私はね14時ね、あと30分ぐらいかな、30分ぐらい配信します。ちょっとねさっきのねやつがちょっと早く終わって少し時間ができたので、最近ねサイン会とかであんまりみんなとなんかいろん普通の話ができなかったので、みんなコメントしてダメだよみたいな感じでしかできなかったので、あのそうみんなコメントしたくてストレスが溜まってるかもしれないと思って配信をしてます。こんな昼間の平日にごめんね。でも別にそう特に重大発表もないので
お仕事の方はすぐお仕事戻ってくださいね。本当にそう待ってください。頑張って。私はひたすら30分みんなと話して終わるだけです。はい、なかったメールで話すんで大丈夫で、あの話聞きたかったとかって、またなんかお話し会とかでも個人的に聞いたら、あなただけのためにもう一度話します。ながら見てるよ。頑張って頑張ってね。そろそろ私ちょっと充電が探してこよう。なんかこの後ろとかないのかな。ないか、なんかこの辺ありげなんだけどね。ないな、充電どうしようかなどうしようかな、なんか充電が切れそうなんだけどどうしようかな。はい、ちょっと誰か充電をください。はい、充電をください。これね、こじこじ貼ってるの可愛くない？いつもね、なんか分かんなくなっちゃうから、楽屋とかでこじこじ貼ってます。こじこじのあのマスキングテープ。おりゃあって、あ、先端が先端恐怖症。えいえい、え、でも本当にね切れるよこれ。これはね、このままだとね切れますぜ。どうしようかな、これは。これでね、まだ切れてないよね。よかった。なんか一番大変なのはこの私が探している間に切れちゃうっていうのが一番そう大変だからね。それが一番大変だから。よいしょ、充電ね、充電。あ、配信してたよって。ちょっと私メールにも送るね。配信ってそう結構ね充電すぐ減っちゃう。2時間はできないかな。あのマックスで充電してたとしても、マックスで充電してたとしても2時間は持たないね。絶対2時間配信してたら 20% とかになっちゃってるから。そうだから、まあどれぐらいなんだろうな、あんまり明確には気にしたことはないけど、1時間は 100% で持つけど2時間はね持たない。よいしょよいしょ、
時間にね、1時間寝ちゃったら私多分ね起きられなくなっちゃうから、そう前もねこういう時1時間か2時間ぐらいなんか隙間時間ができて絶対寝たら起きられないからって1時間ぐらい配信した気がする。なんかこれからもあるかも、夜あんまり配信できない分なんか空き時間になんか寝た方が眠くなっちゃう時ってないですかね。もうなんか行きたくないってなっちゃったりするから、それはね良くないから、だからはい、みんなにエネルギーをもらってます。夜はね、すぐ寝ちゃえばいいんだけど、すごいね、なんかお昼とか一番眠たそうななんか時間に少し空いたら配信するのも私たちのならではだよね、ならではの時間の使い方ね。はーい、わかりました。わかりました。10分ぐらいまでできるかも、配信が。あと30分ぐらいできそうになりました。実はなんかいろいろ変わるよね、予定は変わりますよね。そうだからなんか変わった予定が変わった、本当にありがとう、喜んでくれて。これから仕事、そうこの合間に配信してます私。そうだよ、合間だよ今。うん、ってことは私何時か配信してる、はあはあはあ、まあはあはあ、まあはあ、あかり先生も配信、あかり先生が配信してる、ちょっと違うんだな、マンスリーじゃなくて説あった。あ、私、あ、私チョコでやっちゃってる。名前変えたままだった。やだー。カリンとこにバラ投げたのに名前変えたままだった。やだー、カリ先生に気づいてもらえない。これユミリンです、本物です、名前変えたの忘れてた。よかった、ありがとう、コメントで言ってくれた方もありがとう。そしてチョコがバレちゃったからまた違う名前に変えます。そうバレちゃって気づいてもらえてよかった。
んごね、バレてしまった、そうバレちゃった、ちょっと名前変えよう、え今変えたらかりんのとこでも変わっちゃうかな、じゃあちょっと配信終わってからまた変えたいと思います。バレてしまった、そう、そんな感じのなんか、あそうチョコさんだった、そう私はですね今日までチョコさんでした。チョコさんでいろいろ回ってました。気づいてた方います？ちなみにいないよね、いないよね、なんかそう基本その上がらないようにしてたし、まあ配信の方はどう自分しか分かんないもんね、この初見で入ったりとかもさね、分かんないよね、そうだから。あ三期生ちゃんの部屋、そう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 、なんか滝野由美子が訪問しましたって、なんかちょっと嫌じゃない、嫌じゃない。そうだからこう普通に分かんないでしょ、分かんないじゃないですか。でもそっから初訪問しましたから押してもらってツイッターに飛んでもらったら私なんですけど、まあなんか毎回しないじゃないですかそんなこと、だからそうあんこの逆なのかって、何がなんかバレンタインの時期だからチョコにした、そうだからまた変えます、また変えるので今後チョコさんがいても私じゃないです。でも私なんかあるルームに行った時に、ね、その候補生のこのなんか初見さん、その初訪問の方も全部読んでくれる子がいて、何々さん初訪問ありがとうございますって言ってる子がいて、だから私もチョコさんどうもありがとうございますって言われた。あ、どうもってなった。なんか名前呼ばれると嬉しいね、やっぱり嬉しかった。あ、自分呼ばれたってなった。嬉しかったです。そうなの、まあ、また変えます。そしてちょっと変えよう、これ変えたら変わっちゃうかも、変えよう、はい変えました、もう変えました、私はチョコさんじゃないです。はい、まあ別になんかそうどんな予想をしていただいても良いですよ、みんなはなんでその名前にしてるとか、なんかみんな由来が違って面白い。なんかこれが好きだからとか、これに似てるって言われたからとか、いろんな理由があるよね、みんなも。面白い、みんな、もちろん本名の方もいらっしゃいますがね、素敵。8、9、10、11、12、13、14、あと6日か、バレンタイン。あ、あかりのとこから変更した名前バレてるよって、あ、嘘、バレちゃってる。やだ、じゃあ
そう、チョコさんから変えたやつ見れちゃうの？もしかして。じゃあまた変えるね。てか私基本なんかいろいろ変えてるので、はい、変えてます、変えてます。ちょっとじゃあ、そうだな、あ、チョコさんがバレちゃった。あー、そっか。じゃあ私ちょっととりあえずユミコにしとくわ。もうなんかとりあえず、え、でもこれユミコでさ、またサザン規制のやつ入っちゃいそう、私入っちゃいそうだな、私だからさ。ちょっとユミコにした、今私はユミコです、本名です、本名です。で配信終わってまた変えます。まあでもね、もう一通り私見てるから、そもそもだからね、もうあんまりもう出る人多分ほぼいないと思う、初見とか。あと2回目もう見てたりするから、あの100回ぐらい見ないと、もうもうね、そう、もう表示されない気がする、どこでも。私どっちね、どっちにしろ、まあでも年には年を、大勢いるのに。そうだね、だからそんなめっちゃ一人の子をずっとみたいなわけじゃないけど、なんか一通り見たって感じそんな感じです。私がショールーム審査の時もいろんなルーム見に行ってたな、いろんな。それでユミコは特定してもらって構わないです、また変えます、いろんな名前。そしてもし見つけてもそっとしておいてください。ショールームでもメール、ツイッターでもメールの返信でも言わずに、こそっとお話し会の時に最後の辺なんちゃらって名前にしてたよねとか言ってくれると盛り上がりますそう、盛り上がりますが、他で言うと内緒にしたってやって何だって話してやってるなって思われますあとはあんまりなんか今日もそっとしておいてほしいので、なんかユミリンがなんちゃらって言ってたよとかは基本なんかあんまりコメントしないでもらえたら嬉しいです。なんかね、はい、私のことはそっとしておいてくださいしいから、今コメントとかほとんど拾ってたりとかもすると思うから、かそう、 OK、 ありがとう、 そう、ぜひそっとしておいてください、私のことは感じかな、うん、あ、4時だ、4時になりました。いいね、4時だって。眠たくなっちゃう時間だね、眠たくなっちゃう時間。夕方だねーってね。でももうさあ
ろそろもう2月もうこれからどんどん日が長くなっていくんでしょ、夏につれて、ね、なんかあっという間だな。私その建物の中にずっといることも多いんだけど、お仕事柄外出た時にもう真っ暗だったりまだ明るかったりすると、私毎回なんか レッスン場から出た時に多分毎回え、まだ明るい、え、もう暗いとか多分ほぼ毎回言ってて、それをカノンになんかね、それさ毎回言ってるよね、明るくても暗くてもなんか毎回驚いてるよねって言われて、なんか確かにってなった。毎回喜んでる基本建物から出た時。いやだって朝からずっと夕方までさ窓のないところとかによくいるから、お話し会のところだって窓なかったりとかもするし、あるところもあるんだけどないところもあるし、だったらその分かんないの、外がどうなってるか、雨が降ってるのか晴れてるのか、まだ日が昇ってるのか曇りなのか雪が降ってるのか分かんないし、しかも室内だとその空調がね快適になってるからさ分かんないよね、外がめちゃくちゃ寒いとか、外が分かんなさすぎて外に出た瞬間にすごく嬉しくてついつい言っちゃう。もうないんだよね、リップもうないからね、これ回し放題。これ、アリサのリップはこれね、戻せないんですよ、これロックがかかって出したら戻せないんですよ。で薬用リップとかってこう出してわーってなって戻してみたいなのが多いんですけど、これは出したら出した分だけ、もうだからめっちゃ出したらもうどうしようもないみたいな感じなの、だから少しずつ出してたんだけどもうなくなっちゃったので回しと回し放題。こういう楽器あるんだよ、こんな形じゃないけどこんな音が鳴るパーカッションの楽器が。切ったのね、そうなんか少しずつしかできなかった、ちょっと嬉しくていっぱいやっちゃってる。あすごい15万ポイントだって、ありがとうございます。あと5万ポイントか20まで、50だっけ、あのなんかいろいろあるのだからあと30ですかね、35ポイント。違う35ポイントだった、バラ2つもらっちゃったらもうクリアしちゃう35ポイントすごい。そう私はねどうしようかな、何にしようかなって考えてるまだ全然達成しないね、私が全然配信してないせいでね全然達成、どうだろうなって感じなんだけど、もし達成したら何にしようかなって、私の一番有力候補はでも私が私がねなんかこういうのがあるよっていうの
また私たちは別でもらうんだけど、私が欲しいなって思ったやつが載ってないの、そっちには写真で。だから言っていいのか分かんないから、ちょっとなんか言えないけど、なんかそう、多分なんか5つぐらいあるのかな、なんかね、そうあって、私たちはねもうなんか知ってるよ、何が大体大体そう、なんかだけど、そう、私がこれがいいのっていうのがは、なんかまだ公表されてないっていうか、そうだから、うーん、また達成してもらったら言うわって感じ。もし達成しなくてもらえなかったら、私が何が欲しかったのか、みんな永遠の謎になっちゃう、ね、今日お昼のお弁当がめちゃくちゃ美味しくって、焼き鳥弁当とシューマイ弁当と鶏のなんかやつ、鶏のない、焼き鳥も鶏のなんかやつなんだけど、3種類あって、お弁当がまあ3種類ある時点でもうすごいじゃないですか。さらに、まあ、全部お肉系だからすごく嬉しくって、でね、なんか全部見たんだけど全部よくって、大体お弁当まあこっちかなとか、これ例えばエビとかエビ好きじゃないからこっちにしようとかなんかあるんですけど、あ、そう、焼き鳥にした。それで、でも全部がもう良すぎて、消去法とかじゃなくて全部が良くって、ちょっと悩んで5分ぐらいちょっと悩んで焼き鳥にした。なんかシューマイのお弁当、まあシューマイでも、そのシューマイね結構でかかったんだけど、私シューマイのお弁当結構ね買って帰るんだよね、広島に帰る時とか。だから、うん、なんか普段食べないものっていうか、お弁当としてって考えたら、でもなんかやっぱり焼き鳥の皮があったので、それに惹かれちゃいましたね。美味しかった、とっても美味しかった。あとは朝、あ、お礼言うの忘れてた。朝スタッフさんがみんなにドーナツ買ってきてくれてて、そうだから朝ごはんドーナツだった。嬉しい、ありがとうございました。明日会うかな、明日会わないかな、うわさっきまで会ってたんだけどな、忘れちゃってた。お礼言うの全然お話ししたのに、でもその人からじゃなくて、何々さんからドーナツもらいましたってマネージャーさんがみんなにくれて、だからそう、あ、会った時にお礼言おうと思ってたんだけど、普通になんか世間話しちゃった。世間話世間話しちゃった。しかもなんか古風のドーナツだったから、みんななんかすぐ食べないといけないわけでもないじゃないですか、古風のやつって。持ち運びもできるし、だからすごくありがたい、ありがたいって。私はすぐ食べたんだけどね、っていうね。え、お礼言うの忘れた。明日会えるかな、明日会えない気がするな。あ、もうこんな時間だ。私は終わります。ゆかり先生も終わるかな、ちょっと様子見様子見配信ありがとう。こちらこそ
ありがとうございました。こんな平日のお昼に配信したのに見に来てくれてありがとう。あ、名前変えるの忘れちゃダメですよ。あ、もう忘れてたもう忘れちゃってました。ダメだね、いけないいけない、しっかりしっかりします。ありがとうございました。この後も頑張れそう、頑張ろう。頑張ろうね、みんな。あと5分ぐらいしたら壇上かな。そんだら20分に終わります。20分に入ってやで。ありがとう。今日の夜は配信しないと思うけど、したらしたでします。したらしたら下でするし、うん、フィフティですね。ですね、ちょっと全然したら下で見に行きますね。そうしてまたなんか予約するかしないかわかんないから、なんかあの土取っとくとね、良いかもしれない。ある確率とない確率が同じ。そうだね、ある確率とない確率が同じです。うん、あーゲリラかな、どうだろうな。でもゲリラになっちゃうような気もする、もしするとしたら、うん、んだね、するんだったらちょっとゲリラかなっていう確率が80です。これはね、そっちの方が多めです。そっちの方が確率としてはこんな感じです。な感じです。またメールも送ります。お待たせくだされ、お待ちくだされ、お待ちくだされ。はい、まあでもしないかな配信は。まあでもフィフティでーす。すごい配信の画面が目の中に映ってる。あ、今日のファンデーションはメイクさん、私の大好きなメイクさん、お世話になってる東京でのにそのファンデーションまでしてもらった、下地とファンデーションしてもらったので。今日の肌すごく好きな感じ。ショールームだとヒレタワーがかかってるんだっけ。この感じが見せられなくて残念だわ。全くですね。じゃあそろそろ終わりたいと思います。お肌もご機嫌、お肌もご機嫌。13位シゲアンさん、ありがとうございます。12位出ようかじゅんさん、ありがとうございます。11位なんなんせいさん、ありがとうございます。10位いちご大福さん、ありがとうございます。9位くまねパパさん、ありがとうございます。8位りょうだいさん、ありがとうございます。7位おうたすさん、ありがとうございます。6位かさおきさん、ありがとうございます。5位たくのぎさん、ありがとうございます。4位ぼぼんぼんさん、ありがとうございます。コポンカー。3位おっくんさん、ありがとうございます。2位ともあきさん、ありがとうございます。そして1位はコーラさん、肌きれいでかわいいよ、いみこさん、ありがとうございます。あ、コーラさんどうもありがとうございました。こぼれそうタワー、ありがとうございました。靴も履いちゃおう。ほんだら靴も履いちゃおうかな。もう靴をね脱ぎ捨て
ですよ、いつもだから。あ、こんなところに、あ、嬉しい、これコーヒーと、これ、嬉しい、緑茶もある。あ、ちょっと飲もうっと。あとは、いるものはこれと、あれ、マスク、ますます、ますます、これと、ちょっと待ってね、みんな。あ、トマト出てきた。ちみーちゃんにもらったトマト。みーちゃん、トマト連れてきたよ。あとは、あれ、マスク。じゃんじゃじゃん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 。本当になくなっちゃったみんなのここにとりあえず、あれ、いやはや、こうやってきて、ただいま、あっ、あった、で、持ってくる、すごい、すっごい準備満タンになっちゃった。どうしよう、すっごい準備満タンになっちゃって、これ抜いて、よいしょ、そう、最近準備満タンな人なの。何分か配信ができちゃった、できちゃうことになっちゃったでも名前稼がれるのもね、そう、忘れなく配信してるかな、でアプリが配信終わってから帰るから、ちょっとこの後帰るとか、準備満タンなのに配信切り忘れないね。え、それはありそう。そう。ありそう。じゃあね、ガチャって。配信が切られてない。ありそうじゃない。アディショナルタイムアディショナルタイムってる、アディショナルタイムってる、ね、今日夜ご飯何食べようかな、楽しみだな、楽しみだな、
あ、焼肉行ってきます。いいね。すき焼き、最高。最高すぎるんだが。他のルームでなんかそう私のこと話さないでほしいな。なんていうか、そうなんか、そう、でもなんかこの言い方誤解を生むからやめとく。窓拭きさ、そう、なんかその子のルームはその子のなんかルームだからね、なんか生徒もその子の話をしてほしいと思っちゃう。大丈夫ですよ、ありがとう、ありがとう。今そっち自分の、ね、他のルームにいるってことは多分今の話も聞いてないと思うけど、そういう方はそうね、そう、そんなゆみりんでした。じゃあそうそう終わりたいと思います。アディショナルタイムありがとうございました。皆さんこの後も頑張ってください。私も頑張ってきます。ありがとうございます。それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん。それでは行ってきます。また夕方からも頑張ろう。おう、じゃあね、バイバーイ、おやすみなさい。おやすみなさいって言っちゃう、配信切るときに癖で。おやすみしないよまたね、バイバーイ。